松平勝成は、江戸時代後期の大名、茶人。伊予国松山藩の、第十三代、第十五代藩主。貞勝家、久松松平家宗家十四代十六代。第十五代将軍、徳川吉信のいとこ。明治維新後は、久松勝成を名乗った。神は肖像くらい。佐抜国高松藩主、松平来広の三男として誕生。母は、 側室の整理因伝。陽名は増之助。後下四年、飯尾松山藩十二代藩主、松平勝吉の養子師となる。同年、十四位下に助され、ためかん爪角に任ぜられる。続いて、大阪部大助に任ぜられ、後に、四季部大助に転任、自重に昇る。海英四年、ためかん爪に任ぜられる。安政三年、勝吉の死去により、 家徳を相続し、沖上に転任する。勝成も、また子に恵まれず、同六年、仙台、勝吉の娘を養女とし、東道高行の椅を、蓮五郎を拝して、養子とする。万円元年、神奈川経営の功により、佐古の江県少将に昇進する。文久三年、三大師、公明天皇の拝謁を賜う。この後、計三回の拝謁を賜う。 幕末の混乱時では、京都の警備と十四大将軍、徳川家持の愚部に従う。源氏元年、第一次長州政党では一番手の出兵を命ぜられ、一応ながら勝利を収めた。この年、十四以上に上り、歴代藩主で最高位に達する。第二次長州政党においても同じく一番手の出兵を命ぜられたが、幕府側の足並みが揃わず、 実際に戦闘を繰り広げたのは、松山藩のみで、敗戦を喫す。また、第二次長州聖当時に占領した大島で、敗下の兵が、住民に対して乱暴牢石を働いたことで、幕府軍の大義名分に大きな傷をつけると同時に、相手方の長州藩の恨みを買うこととなり、その後の松山藩の苦境の永遠をなした。なお、 第二次長州政党が終了した年である1866年の11月17日には、謝罪の使者を大島に派遣している。慶応3年、勝成はかねてより願い出て隠居が許され、家督を、養子、貞明に譲る。その後、戸場、富士見の戦いでは、大阪梅田に、兵300を配置していたところから、朝廷より、藩主貞明が実去を命ぜられ、 勝成が最近を命ぜられる。松山藩は土佐藩三内藩に親中されるも、標準の意を示し、松平家の加盟と松山藩を守る。同年、大上官布告により、原生松平氏と青い門を返上し、歓迎聖久松氏に復製する。藩籍奉還により、明治2年に藩知事に就任する。同4年、再び家督を養子貞だに譲る。 佐田明の死去後はその様子、帝防が原服するまで、その後見人となる。明治20年12月26日に正四位除任。明治25年7月5日に、実定、雷荘と共に、十三位に除任。明治31年6月20日に同じく、雷荘と共に、正三位に除任された。茶人としても知られ、おしそうと号した。明治31年、松浦戦。 新月案が在京の家族、知名主党と設立した、林番茶事グループ、和形会の会員となる。会員は、青地育次郎、石黒忠則、伊藤俊吉、伊藤助マロ、岩見明づくり、岡崎おもんみそ、金沢三江門、戸塚文会、あずまた東久瀬道富、松浦久し、三田歩行、三井隆弘、安田善次郎の以上16人、高橋義雄が、 入会で、世に、十六羅漢と呼ばれた。明治四十五年二月八日、東京にて死去した。去年八十一。法号は、広安院殿。東京三田住海寺に葬られる。ありがとうございます。